さあ皆さんこんにちは。今日は12月21日、令和3年なんだけど、やっとリンゴがもぎ取れる目処が立ったと。ここまでリンゴを取らずにいたのは今までなかった、史上初。もうね、俺も夜通しね、働いてね、来てリンゴもいでも疲れちまったんで、まあ家帰ってぐっすり寝てえなっていうところなんだけど、一つ今日朝新聞読んでて思った記事があって、それは何だ、どんな記事なんだいっていうと、まあ大阪でこの前ビルの火災があったみてえなんだけど、あったみてえね。で、まあ俺よく知らねえんだけど、なんかまた蛍光管でガソリンを持ち込んでるんかよくわかんねえけど、あの京都アニメーションの時だけよく、俺テレビ見ねえから本当によくわかんねえ、再度言うけどね、テレビ俺は見ない、記事も見ない、まあ 60%70% は7割、6割7割は憶測で話してんだけど、まあ多分蛍光管だろうね。これは何を意味してるか、まあ指摘してる人いるんかもしんねえけど、まあ俺の考えを言うと、まあこれは EV 車を普及させるために、そういう規制を案に設ける、設けてる、設けようとしてる、まあこれに尽きるんじゃねえかなと俺は思うんだけど、まあ EV 車の戦略とは何だ、それは日本車潰しだから、トヨタはね、猛反対したわけで、ね、日本車潰しだから、そりゃさ、モーターよりエンジンの方が部品点数が多いし、部品点数が多いっていうのはどういうことだって、まあ、それぞれね、下請けの業者が言っているわけだ、ね、もう一蓮托生だ、それは車作るの、ね、まあ半導体から、まあ、全て、ね、鉄からネジ1個なかったら車は仕上がんねえわけだ、まあ、これは車の話になっちゃうんだけど、まあ、そういうガソリンの規制を案に設けてる、まあ、市に、ガソリンに規制をかけているんじゃねえかなと、まあ、そう思ったんだけど、まあいかがでしょう、まあ、人それぞれね、考えこういう風に固定できるやん、なんで固定できねえんだよこれ、
トレイル見ねえね。スイフトのパトカー。はあ、まあ最近ね、鳥が今日リンゴ燃えてた話ね。鳥が冬を越すためにこっちの方に来てて、まあムクドリ、あとはヒヨドリか、すーげーいるんだよね。ダムをね、きれいにして踏んで、ほら出さねえとダメだなっていうところで、はぁ、やっぱりね、ここまで働くと完全な思考ができなくなるな。でも今日はまだ1時半になってねえから、ちょっと一旦切ろう、今話すこと